国道188号起点山口県岩国市立石交差点国道188号終点山口県下松市松竹中交差点国道188号は山口県岩国市から柳井市、甲子を経由して下松市に至る一般国道である。山口県岩国市有町岩国市から瀬戸内海沿いの海岸線に沿って下松市に至る国道である。 多くの区間で山陽本線と並走しているが、柳井市から光市に至る区間ではやや内陸寄りの田伏町中心部を経由し、甲市まで山間部を走る山陽本線に対し、国道188号はより海側の平勢町中心部を経由し、甲市まで海岸線に沿って走る。一般国道の路線を指定する政令に基づく、奇襲点及び、経過地は次の通り、 現行の道路法に基づく二級国道として1953年に初回指定された路線の一つである。国道指定当初は徳山岩国線として徳山市と岩国市を結ぶ路線であったが、下松バイパスの完成共用によって1993年に奇襲点を交換し、新しい終点を旧道を経由する徳山市の三田川交差点から、 新道を経由する下松市の国道2号交点に変更することで現在と同等の経路となった。なお、旧道は山口県道366号徳山、下松線の前線、山口県道347号下松、新南陽線の内周南支援席交差点2番町交差点、山口県道52号徳山交線の内二2番町交差点、三田川交差点にあたる。 柳井バイパス、山口県柳井市柳井下松バイパス国道2号との分岐山口県下松市、桜町。ありがとうございます。